鶴見山古墳は、福岡県八女市と洋服に所在する、前方公園墳である。八女古墳群を構成する一基。武装石神丸と山歴史文化交流館、展示墳球は二段、または三段築成で、前方部を西に向ける。公園部中央の南から少し首れ部に寄ったところに、横穴式石室の開口部がある。原室の奥壁と側壁には巨大な角戦石。 安山岩が使用されていて、東側壁には幅が4メートルもあるものが使用されていた。また、西側壁には全国的にも発令となる国船が確認されているが、その意図はわかっていない。石室内は赤色岩料が全面に塗られており、同じヤメ古墳群の同男山古墳に類似する。天井石は江戸時代に抜き取られ、 現在、やめ公園内に戦没者慰霊碑として残されている。鶴見山古墳が造営されたのは、出土品や石室構造から6世紀中頃と考えられる。この時期は、祝いの乱を起こした、筑紫君祝いの次世代にあたり、被壮者は祝いの子、勝子である可能性がある。沿道、朝顔形、継承派には、末期、バグ、銅鏡片石製品などがあり、 中でも重要視されているのが平成15年に出土した同教編と17年に前方部前面の修行から出土した武装石人である。同教編には姫めくろへのさなぎの跡や毛髪痕があり、これは遺体の腐敗がある程度進んでから埋葬されたこと、すなわち上がりの存在を示している。上がりは文献からその存在が想定されていたが、 実際に確認された例として貴重である。武装石人は、祝いの乱の後に衰退すると考えられてきた、石人石馬による祭祀が、後の世代にも受け継がれていたことを示している。武装石人は2010年6月29日に、国の重要文化財に指定された。ABCDEFG、岩戸山歴史資料館展示図録十八ページに指定文化財等データベース。 ありがとうございます。